はい、こんにちは、コモリマスターです。本日はね、2024年の7月27日土曜日6時でございます。本日はね、ラン&トレイル和歌山が誇るトレランショップ紀仙さんのね、なぐさ山ぐるぐるイベントに参加させてもらおうと思ってやってまいりました。ここですかね。本日はお邪魔いたします。店長の白石さんです。今日どうぞよろしくお願いします。まあ楽しくね、交流しながら行けたら。はい、よろしくお願いします。なんか30人ほど、いや20人ぐらいです。20人ぐらいです。びっくりした。ヒデさんから電話が。お、20人ぐらいですね。あ、ほんま。あ、でもいいじゃない、いいじゃない。今日初めてなのよね。あ、はい、移転されて。あ、そうでしたっけ。はいはい。たくさんいろいろなものがあります。欲しくて欲しいですが手が出ません。はい、はい、近いな。近いな。あ、どうも、中谷。はい、どうも。はい、二度目の準レギュラーやね。準レギュラー。二度目の参加で。もう、ヒデさんのレギュラーやね。ありがとうございます。ね、皆さんも、あの、出したらあかんいとこは言うといてくれる。20人ほど、ね、集まっていただいて、こんなにまさか集まるとはって感じなんですけども。あの、まあ、一人一人あの自己紹介しちゃうと長くなっちゃうので、まあ、走りながらあの交流していっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、みんなと走る1周目なんですけど、かなりペースが速くて、もう140回ってきてるので、マイペースで行きます。おそらく頂上でみんな待つんちゃうかなという読みですけど、ここで出力してももったいないかなと思います。でも前がどんどん見なくなる。頂上で待ってます。オッケーオッケー。ナイスビュー、ナイスビュー。すごいすごい。暑いな。予想以上。ここで途切れてしまった。ナイスラン。どうですか、1周目。バリバリまた行きます。余裕です。どうですか、1周目。ペース早かったですね。ね、早かったですね。ほんまスタート時もほんまそうです。ちょっと強がりやってごめんなさい。まあでも楽しいね。確かに。みんなでこの走り。とりあえずにやけてください。俺友達多いかもみたいな。やった。これエントリー100円やろ。100円ってことだ。あと900円分取り返さない。うわー、すごい映像充実。嬉しい。これいただいていいんかな。うわ、
2回目頂上。はい、2周目終わりました。疲れていいです。3周目エイド3分ちょっと4分ぐらい出てたのかな、多分3位上がってると思うんですけど、なんと補給を持ってくるの忘れました。大失敗。まあちょっとぼちぼちいきます。3周目頂上。はい、寝ました。やっと寝ました。移動時間もだいたい3分30秒ぐらいできるんだから、何したらいいかまとまってるから、ロードの間に寝て整えて準備はしてるつもりなんですけど、まあ、なんとか5周目ぐらいはこれでいきたいですけど、4周目頑張ります。4回目頂上。おはようございます。本日は8月の25日か、朝の5時でございます。前回ね、紀仙さんのイベントで、走った名草山、こちらね、あの途中で、GoPro の電池が止まってしまったんでね、まあ、お昼の雰囲気とかも含めちょっと撮り直してみたいなっていうのと、あのやっぱりいいコースだったんでね、ちょっと走ってみたいなって思いまして、再チャレンジでございます。まあ今日はのんびり、まあ、半分前80キロだったんで40キロぐらい走りたいんですけど、まあ、その辺の時間の都合とで、行きたいと思います。紀仙さんこちらですね。さあ、まあ、頑張っていきましょうか。いやー気持ちいい。まあそこの上まで行く感じかな。いや、雲
まあでもめちゃくちゃ長い登りだもんね。ね、メリハリあって、まあ、楽しいコースになりますね。太陽も昇ってきました。よいしょ。山頂着きました。一周目。まあしかし、目まといとか、蜘蛛の巣すごいですね。ほんまに。まあこれは一周目の定めとして、まあ周回なんで、この辺は。ああ、でも気持ちいい。まあこっからまた下りで、マイナー道なんで、蜘蛛の巣だらけかと思います。ちょっと待ってんので聞いたら、ちょうどね、9時から、気仙さんの練習会あるそうなんで、こっから合流できたらと思います。あれあれ、素晴らしい。よろしくお願いします。お願いします。蜘蛛の巣すごかった。ほとんど取ってきた。蜘蛛の巣でっか。スーパーやからビールらも安いの。ほんで子供向けにゲームらもやっててね。もう前だ動かんと見る。動かんと。おなんかいいやんいいやん。えこっからはもうマリーナの花火バッチリやん。おお。これは素晴らしい。あ、君でだ。お疲れ様でした。近い近い。いつもながら近い。あれ、ジュースってあんななかったっけ？はあ、お疲れ様。批判を送ったらめっちゃ嬉しいね。ねえ。いやビール飲みたいわ。あ、ビールこ、あ、ビールあれや、車や。あかん。